はい、クリノナ、今日どこに練習来てんの？今日はどこに練習来てんの？今日はここ京都外大西高校の練習に来ました。イエーイ！はい、ちょっとね、今日は一日彼の練習動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。名前は？やっといた方がいいんじゃないの？いつも。いつも、はい。ヘディングしてからシュート。ヘディング、早く。ヘディングしてゴールね。はい。はい。ということで、今日はね、この、なんだっけ、京都、なんだっけ、外大西の、女子選手のね、ちょっと練習にお邪魔して、一日ちょっとね、コーチングをしてくれてるから、一日というか半日ですね。ということで、まあいろいろ、まあ僕のね、思ってることを伝えていければいいかなというふうに思います。これはちょっと今回の京都のプライベート、タオケンレッスンとはちょっとまた別に、一日、だからそこの部分が、タオケンのレッスンは一切YouTube には載せないので、ちょっとそこをね、これがタオケンのレッスンではないので、それは全く別ということをちゃんと把握してもらえるといいと思います。ということでやっていきたいと思います。なんかどっか痛いとかいう人います？静香ちゃん。おじいさん、多分聞こえてるけど、その声の中で重大。誰？中行っていいな。これは今回1人8人やります。強い子っていうのはどれぐらいの成績？これでっかい子はあれはちょっと年前の右側に守るですね。あれが全国選抜。ダブルシム？あ、ダブル。このパートナーさんは？あ、授業だったんでしょ？ああ、本人も。あ、そうなんだ。ああ、そう。変わりました。今日はちょっと基本的に3年生が近畿の問題がある。インターハイ16。というので、失礼かもしれないけど、全国にはもう行くっていうレベルですね。まあ大体16ぐらいのレベルに変わりましたね。まあちょっと今日、どれぐらいできるかわからないですけど、ビシバシ、技術系というよりはもう、肉体系で、よろしくお願いします。全然ないです。2億。この長いようにつけないように足をしっかりキープして、それでスピードを出す。基本的にこういう状態で取るでしょ。こういう、シングルスだったらシングルダブルかダブルで、まあいいや。じゃダブルってこの後ろね、こうやってるじゃんね。それ足くっついてから入るんじゃないの。絶対足この状態でいけるでしょ。違うね、この状態でいくでしょ。ここくっつかないといけない。こうならないでしょ。こうならないでしょ。これとなるべく同じように意識してやってね。結構これ多いっす。結構こうくっついてこうね、こう多い。なおかつ重心を下げる。なんで重心下げなきゃいけないの皆さん。なんで試合中はそうそう、これないでしょ。この状態でこうやってこうやっていいでしょね。だからそういう意識やってください。はい、では3往復レディーゴー。しっかりーゴー。腰を落としてー。はい、すぐ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 。終わった。遅い。だね。はい、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 はい。太ってます。太ってます。え、太ってます。太ってます。あ、太ってんのあっちでした。練習気をつけてやってんだ。離れるよ。どうだ。真ん中ついて。真ん中つけて。そうそうそう。そうそうそう。高校生ってこんなんじゃないの？フックドッグの子今。はい。バーンって。来，练习时间就到了。四、三、兩、係，是幫到到到係，三、兩係，五係，四、五到三係，兩係，五、四、三、兩係我哋，係啦，收，係我要點㗎？二。 Sam, con nghe. Oh. そのまま、はい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 、カット、オッケー、おた、はい、いけ。 はい、大丈夫です。